こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。サラリーマンなどの厚生年金加入者が障害を負い、障害認定日に障害等級に該当するなど一定の要件を満たすことで障害厚生年金が支給されます。自営業者や厚生年金に加入している人の被扶養配偶者、学生といった初診日に国民年金のみに加入していた人は障害厚生年金の対象外となります。厚生年金に加入していた人は制度上国民年金にも加入していますので、障害厚生年金と同時に障害基礎年金も受給することができます。障害厚生年金は障害等級が1級から3級まであり、3級に満たない場合でも一時金が支給されるなど障害基礎年金に比べて優遇されています。ちなみに障害基礎年金は1級と2級のみとなります。障害厚生年金には次の4つの申請方法があります。1、一般の障害厚生年金。2、自己重症による障害厚生年金。3、初めて2級による障害厚生年金。4、障害手当金。詳細はそれぞれ別の動画で解説していきます。1の一般の障害厚生年金、2の自己重症による障害厚生年金、3の初めて2級による障害厚生年金。この3つは障害基礎年金にも同様の制度がありますが、よく似ている部分もありますが異なるところもありますのでご注意ください。4の障害手当金は障害基礎年金にはなく障害厚生年金独自の給付となります。年金ではなく一時金ということが特徴です。今回の動画はここまでです。よろしければ画面下のチャンネル登録をお願いします。